ようこそ、データサイエンス研究所へ。はい、えっ、ー、と、今回はですね、EC2 と RDS、S3 の概要について解説していきたいと思います。はい、えっ、ー、と、今回から新しいシリーズですね。EC2 と RDS、S3 ということで、まあ、AWS のサービスに関連するお話になります。でですね、まあ、今までやってきたのはこの EC2 ですね。まあ、そのウェブアプリ、作ったウェブアプリをデプロイするのとかでやってたのが EC2。で、今回やるのが RDS とか S3。 まああれですね、データベースとかストレージ、まあデータの扱いをやるサービスを使っていきます。で、流れとしてはこんな感じで、最初にウェブアプリの基礎。まああの以前の動画でも解説しているので、まあそれについても触れます。 で、次に AWS の基礎ですね。これは AWS のまあサービスの話をしてたので、これも以前あのやったことがあるので、その動画の話とかもします。で、そこから今回のやつですね。AWS と RDS と S3 ということで、今回のやる内容をちょっと話して、で、続いて今後の動画ですね。この2345678で今後どういうことをやっていくのかを解説していきます。データサイエンス研究所。 はい。それにはまず Web アプリの基礎なんですけど、まあ以前の動画で解説したことがあるんですけど、まあフロントエンドとバックエンドっていうのがあると、Web アプリでは。で、例えばこういうなんか EC サイトみたいなですね、商品と値段があるようなサイトがあったとして、こういう見える部分ですね、表示のデザインとか表示の部分っていうのはフロントエンドが行います。で、これはですね、まあ例えばこの Google Chrome とか Web ブラウザーから こう、サイトにアクセスしたときに、まあ、HTML とか CSS とか JavaScript のファイルを取ってきて表示させるんですけど、まあ、その、実際に処理するのはクライアントサイド側です。まあ、このブラウザ側ですね。で、逆にですね、バックエンド側は見えないデータのやり取り。で、例えば、まあ、データベースとかですね。データベースの処理とか、あとはなんか機械学習とか、まあ、重めの処理とかがあった場合、サーバー側で処理してデータのやり取りをするということになります。 で、これは使う言語もですね、HTML、CSS、JavaScript とか、PHP、Python、Ruby、Java とか、使う言語も、あの、変わってきます。はい。でですね、以前の動画なんですけど、ま、いろいろシリーズやりました。HTML、CSS、JavaScript の基礎とか、あの、v u e j s を使ってウェブアプリの開発の基礎とか、Flask によるバックエンドですね。これは最初にフロントエンドの基礎ですね。HTML、CSS、JavaScript の基礎やって、で、もうちょっと本格的なアプリを、フロントエンドのアプリを作るのに、v u e j s っていうのを作りました。 で、そこからですね、フラスクで、まあ、バックエンド関係の、あの、動画もありますと。なので、Web アプリについて、まあ、ちょっとわかんないよって方は、この辺もぜひ参考にしてください。はい、続いて、AWS の基礎ですね。で、AWS は、重量課金制で様々なサービスを簡単に利用できるサービスということで、まあ、サーバーとかネットワークとかをですね、借りて、いろんなサービスを使うことができます。で、この AWS の話についても、AWS と AI の基礎とかっていうシリーズ、 ま、この辺は、ま、機械学習とかですね、AI とか機械学習とか、あとアプリに関連する話とかをやっています。で、次にですね、AWS によるウェブアプリのデプロイということで、ま、実際に作った Web アプリですね、さっきのフロントエンドとかバックエンドっていうアプリを、まあ、あの、作る、作った前提でそれをデプロイすると、ま、全世界に公開できるようにするっていうやり方ですね。っていうのを、ま、フロントエンドのデプロイとかバックエンドとか、ま、どっちもデプロイするやつとかっていうのでやりました。 で、この時使ってたのが EC2 ですね。基本的に EC2 を使って、それにまあコードとかあのソフトウェアのインストールとか、まあ、その設定とかをやってデプロイするっていうのを行いました。はい。で、続いてですね、AWS と RDS と S3 ということで、まあ、ウェブアプリも、まあ、あのなんとなく入ってて、AWS のサービスもまあなんとなくわかると。サーバーとネットワークもまあちょっとやったっていう段階でですね、まあ、EC2 にデプロイもしましたと。 で、ここからどうするかっていうと、RDS とか S3 ですね。だから例えば、さっきの EC サイトみたいなやつで言うと、S3 にはなんか商品の画像とかを入れておくみたいな感じですね。で、データベースにはなんかアイテム ID とかユーザー ID とか、まあそのデータを入れて、で、それらでデータのやり取りをして表示させるみたいな、まあこういったストレージサービスとか、あの、リレーショナルデータベースのサービスとかですね。これらを使って、あの、アプリを作成するっていうことをやっていきます。 でですね、これも以前の動画なんですけど、まあ実際にですね、今回 RDS ということでデータベースやっていくんですけど、これも Python とデータベースと SQL の基礎っていうシリーズで、まああのデータベースについてやってるので、まあこれは参考程度にですね、まあ興味あったら見てみてください。まあこれを見てると今回やっていくデータベースっていうのも、あの分かると思います。よく。まあでも別に見なくても、まあある程度分かると思うので、まああのもしよかったらっていう感じです。 はい。じゃあ続いて今後の動画ですね。今後の動画でまずどういうことをやっていくかっていうと、まあ次の動画ですね。2の EC2 でデータベースの利用では、まああの EC2 だけを使います。で EC2 を使って、この中にデータベースとかを設定して、まああのアプリを作るっていうのをやっていきます。はい。で続いてですね、3つ目の Web サーバーとデータベースサーバーでは、まあ1個ずつ EC2 インスタンスを用意して、片方が Web サーバーで片方がデータベースサーバーで、 その、この Web サーバーが Web のアプリを実際に実装する部分ですね。から、このデータベースサーバーにあのアクセスしてデータのやり取りをするみたいなことをやります。で、続いて4つ目ですね。NAT ゲートウェイとデータベースということで、このサブネットですね。パブリックサブネットっていうのとプライベートサブネットっていうのに分けます。でこのパブリックサブネットっていうのはこうどっからでもアクセスできるっていうか、まあ、あの基本的に このインターネットゲートウェイを使って外側からアクセスできると。ただ、パブリックサブネットは外からアクセスできないようにしています。なので、このアクセスできないようにしているところをデータベースサーバーにして、こっちを Web アプリのサーバーにすることで、まあ、ちょっとデータベースのあのアクセスを安全にするっていう方法をやります。はい、続いてですね、5個目に EC2 と RDS の利用ということで、実際にですね、 こんな感じで、まあ、EC2 と RDS っていうまあデータベースのサービスですね。だから今まではそのウェブサーバーとデータベースサーバーっていう風にこうに一個一個作ってたんですけど、それをデータベースサーバーをわざわざ EC2 からこう作ってデータベースのやつをインストールしてとかやらずにサービスに代替してやる方法をここからやっていきます。はい。そしてですね、続いて6個目ですね。EC2 と S3 の利用ということで、続いてはですね、ストレージサービスを利用する方法ですね。 EC2 からストレージのデータにアクセスする方法についてやっていきます。で、そしたら次ですね。EC2 と S3 を利用した Web アプリということで、まあ、EC2 とストレージサービス、これを利用して、まあ、このストレージにあるデータにアクセスしていく方法ですね。まあ、データを消去したり、まあ、データを追加したり、データを取得したりっていうのをあのやっていきます。そのウェブアプリの作成ですね。はい。で、実際にこの7個目の動画で作ったやつがこんな感じになります。はい。 こんな感じで、まず S3 とデータのやり取りっていうので、ホーム、アップロード、ゲット、デリートっていうのがあって、一番最初はこのホームにいます。で、ここにノーコンテンツってありますよね。これは S3 の中のファイルの一覧を表示している部分になります。で、最初は何も入ってないので、ノーコンテンツになってます。でですね、次にアップロードっていうところ行ってもらうと、この画像ファイルをアップロードできるページになります。 で、ここにファイルの名前、あの、保存したいファイルの名前ですね。sample.jpg って入れて、で、ここからファイルの選択をして、なんかあの、好きなファイルを入れてください。画像ファイルですね。で、このアップロードイメージファイルっていうのを押すと、アップロードすることができます。で、実際にアップロードした後にもう一回ホーム行くと、こんな感じで sample.jpg っていうのがファイル一覧で表示されています。で、そしたら次にですね、get を押してもらって、 まあ、あの、ファイルの内容を取得するページに行ってもらって、ファイルの名前ですね、sample.jpg っていうのを入れて、この get イメージファイルっていうのを打つと、こんな感じで保存した画像を表示することができます。で、次に delete ですね、delete のところ行って、この sample.jpg ですね、ファイル名入れて、この delete イメージファイルを押すと、あの画像を消去することができると。で、実際にこのホーム行くと、こんな感じでノーコンテンツに戻っています。 はい。そしたら続いて8個目ですね。最後、EC2 と RDS と S3 を利用したウェブアプリなんですけど、これは、まあ、その名の通りですね。データベースとストレージをどっちも使ったウェブアプリを作っていきます。はい。実際にアクセスするとこんな感じですね。最初、ホームは何もないんですけど、まあ、ID とネイムと URL とイメージっていう、こういった表があります。これはデータベースからデータを取ってきていて、最初は何もないです。ただ、ここからですね、このアップロードを押してもらって、 で、さっきと一緒ですね。ファイル名と画像を入れて、アップロードイメージファイルで画像をアップロードしますと。で、続いて実際ホームに戻ると、こんな感じで ID とネームと URL とこの画像があると。で、これはですね、あの、どういうことかっていうと、この画像自体は S3 に保存されていて、S3 からデータを取ってきてます。ただ、この URL とこのネームと ID ですね、これに関してはデータベースに保存されていると。 つまりデータベースに保存されているこの URL、S3 の URL を取ってきて、それを元に画像を表示させているっていう、あの、感じになってます。で、実際にこれですね、デリートのところから、さっきの ID、イメージ ID を入れて、デリートを押すと、もう一回あの、ホームに戻ると中身が消えているっていう、あの、感じになってます。データサイエンス研究所。はい、それでは最後まとめですね。今回は EC2 と RDS と S3 ということで、ま,あ、まず前提として Web アプリ、 やりましたよねと。まあ、あのフロントとかバックとかをやりましたと。で、ビューとフラスクを使って、まあ、ビューでフロント、フラスクでバックエンドっていうのをやってきましたと。で、AWS の基礎では、まあ、AWS のサービスについて軽くやって、で、実際に EC2 を使ってフロントとかバック、ここでやったアプリをデプロイするっていうのも、まあ、以前やりましたと。で、それをもとにですね、今回は RDS とか S3 っていったデータのやり取りっていうのをやっていきます。 はい。いかがだったでしょうか ?EC2 と RDS、S3 の概要について。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。